皆さんこんにちは、コスケです。前回ミニクロスオーバーのファーストインプレッションと美味しいカツサンド動画にしましたが、今回はね、その後軍神山というところに景色を見に行っていきたいと思います。その途中でね、山道を走るんですが、ここがね、かなり道が悪いダートなんですね。その道で僕はミニクロスオーバーの本当の楽しさを知ってしまいました。それではね、ご覧ください。ただいまね、軍神山というところに向かっています。この軍神山というのは昔なんかね、軍事演習をしていたと、日本軍がね、旧日本軍が演習をしていたから軍神山と呼ばれるようになった、軍神山か軍神山と呼ばれるようになったと、そういう言い伝えがあるらしいです。で、この辺りを左に登っていくみたいなんですが、どこかな？左方向です。ここだね。マッカリ村営美原牧場、校内立ち入り禁止。これ入っていいのかな？いや、今牧場の人に聞いてきたら、この反対側らしいですね。こっから登るんじゃなくて反対側から登るということでした。 Google マップも信用できませんね。ここですね、テレビジョン放送局っていう看板のところを入っていくんですが、ここにはね、クマが出るらしいです。またクマかっていうね、またクマかっていう気がしますが、せっかく来たのでね、軍神山登りたいと思います。すごいね、道悪いけどね、ミニクロスオーバーいいね。こういう道が多分ね、この車楽しいと思います。ラリーとかね、走るのがこの車の一番楽しい使い方なんじゃないかなっていうふうに思いました。普通の車だとちょっとここ厳しいかもね。でもね、そこはさすがクロスオーバー SUV ということで、乗り心地も悪くないですし、こういうダートもしっかり走ることができます。 4WD ですから。うわー、クマ出そうだな。で、この辺りから左に入っていくみたいなんですが、さてさて、誰もいないよね。観光名所でも何でもないだと思います、多分ね。どこまで車で行けるんだろう。クロスオーバーといえど SUV ですから、やっぱりね、走破性はそこそこ高いですよね。一応ナビだと道がここまでと、あ、到着だね。到着しました。テレビ局のね、アンテナがある場所なんですね。よいしょ。じゃあ降りてね、見てみますか。いやー、なかなかね、景色がいいですね。あのアンテナ施設に登ったら多分怒られるんで、クマが出てこないことを祈りながら。見てください、ここめちゃくちゃ景色いいですね。目の前にはね、田畑が広がっていて、こっちにはね、羊蹄山があります。蝦夷富士ね。なかなかいい眺めですね。そんなね、山の中に佇むミニクロスオーバーという感じで、やっぱりね、この車ダートを走ったりするのにすごいですね。あのオンロードを気持ちよく走るっていうよりも、道なき道を行くみたいなね、使い方がすごくいいんじゃないかなという気がしました。いや、このね、草がなければもっと綺麗に見えそうなんですが、
まあそれはしょうがないですね。というわけで帰ろうと思います。クマがね出ないうちに帰った方がいいね。おお、すごい、こっからでも景色綺麗ですね。ミニクロスオーバーの得意なね、悪路を走って帰ろうかなと。まあ本当にね、この車が悪路得意なのかどうか分かりませんが、あのオンロードを走るんであれば、やっぱりね BMW の方が滑らかだし上質な感じがするんですよね。で、街乗りをするにはやっぱりちょっとね足が固めです。まあもちろんね走りもいいんですが、オンロードの走りもいいんですけど、まあ、ちょっとね足が X1 とかに比べてね少しこう柔らかめというかよく動くので、こういうダートとかね悪路を走るのにはすごくね向いているように思います。ボディサイズも小さいですからね。で、結構ガタガタこうすごい突き上げ来てるんですけど、全然不快ではないですね。ちゃんと角が丸まってくるので、すごくねこういう道の悪いところでも気持ちよく乗ることができます。あ、これは全然いいね。普通の道のねマンホールとかを乗り越えるときは結構突き上げ来るんですけど、こういうところだと全然大丈夫ですね。むしろ気持ちがいいぐらい、心地いいぐらいの、乗り心地です。これならね、ダートがしばらく続いても全然苦にならないと思いますね。で、ハンドルがね、結構敏感じゃないですか。なので、こういう急カーブが連続するようなところだと、むしろそれがプラスに働きます。ハンドルの回す量がね、最小限で済みますから、むしろこういう道こそ、このハンドルが生きるんじゃないかなと。というか、楽しいですね。楽しいです。なるほどね。まあ、BMW は本当 SUV といってもほぼねオンロード専門ですから、こういうとこでねリアをぐーっと、まあやんないですけどね、流して走ったらとても面白そうな感じがします。で、なんかね重心がこう低めで安定感もあるので、腰高感みたいなのは全くありませんから、まあ、そういう意味でもねこういうとこ走るのは向いてますよね。アウトドアとかしたい人にはこのミニクロスオーバーかなりいいかもしれないですね。なんせ後ろの座席も結構座りやすいし、荷室も広い、荷室も広めですね。背が高いというかね。で、開口部も立っているので割と背の高いものも詰めたりすると思います。いやー、この車の向いている道がすごく分かったような気がしますね。なんかドロドロにねぬかるんだ道とか走ってみたいですね。走ってみたい、まあ、そんな風に思わせてくれる車じゃないかなと思います。移動しました。うん、美味しい。すごくねクリーミーで、なんだろう、うん、甘さも控えめのソフトクリームですね。羊蹄山を見ながらねソフトクリームを食べるのもなかなかいいですよね。ニセコの道の駅でね戦利品をたくさんゲットしてきました。全部ね、全部トマトね、3000円分ぐらいトマトを買いました。あ、僕ね無類のトマト好きで毎日ねトマトばっかり食べてます。
ミニクロスオーバーでねたっぷりドライブしてきました。ルスツまでね行ってきました。でこの車ねすごくいい車で、まあ、とにかくね乗ってて楽しいですね。X1 とか CHR みたいに走りがスポーティーで楽しいというわけではないんですね。まあ、確かに走りもそこそこいいんですけど、あそこまでねこうスポーティーな感じではない。かといって X3 とか、あとはなんだろう、 CX8 みたいにねゆったりした乗り心地の車というわけでもないです。乗り心地もまあまあいいんですけど、まあそんなにゆったりした乗り心地ではない。じゃあどんな車かっていうと、とにかくねこうなんて言うんだろう、操っていて楽しい車というか、ダートとかね舗装されてない道で乗るとすごく楽しいですね。あのハンドルがかなりねこう敏感に、ちょっと曲げただけでも大きくね車が曲がってしまうので、イメージよりもねクッと車が曲がっちゃうんですが、それもね舗装されてない道行くと路面のね抵抗が少ないですから、そんなにね思ったほど曲がらないんですよね。なんでちょうどいい感じになるというイメージですね。でハンドルもかなり重たいので、女性だとねちょっと峠とかだと重たくて疲れるんじゃないかなという感じするんですけど、これもね舗装されてないところに行くとちょうどいい重さになる。で足回りとかも舗装路で走るにはね、まあ、すごく乗り心地がいいわけではなくて、でマンホールとかの強めの段差が来るとガツンとねちょっときつめの突き上げも来るんですよ。まあ角があるというほどではないんですけど、まあ多少強めの突き上げは来ます。でも舗装されてないデコボコの道に行くと、もうちょうどいい具合でねポコ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 気持ちよく走ってくれるんですね。なのでこの車は、まあ、雪道とかね、雪道も絶対面白いと思います。あとは舗装されてないダート、そういうところを走るのにねすごく向いてるなと。あとボディサイズもそんなに大きくない上に、結構ね真四角の車内なんですね。結構真四角ということもあって、こうボディのね感覚がつかみやすいんですよ。まあ細かい弱点としては、これねワイパーがね普通下に下げると、まあワイパーとウィンカーは逆なんで、欧州車なんでね逆なんで、それちょっと使いにくいなっていうのもありますけど、もっと使いにくいのが、これワイパー上に上げるとね速くなっていくんですよ。で下に下げると止まる。日本車と逆ですよね。すごく左右も逆だし上下も逆だしで、まあ、ちょっと分かりにくいなというのが一つ、まあ、これも慣れですよね。慣れだと思います。でオートブレーキホールドがついてないっていうのと、まあ、360度カメラがね、未舗装路を走るんなら360度カメラがあるとありがたいですね。バックするとこんな感じでソナーとバックカメラだけになります。まあこれでも十分といえば十分なんですけど、360度カメラになれるとちょっと物足りない感じはしますね。であとはね燃費なんですが、燃費はどこだろう、燃費はメニューで車両情報、ドライブ情報、トラベルコンピューター、これかな。ここに出ているように223キロ、まあ、実際はねこれ僕途中で1回リセットしちゃってるんで240キロぐらいですね。240キロ走って 21.6km/L になってます。満タン砲の燃費は後でね入れておくので確認してください。最終的に入った燃料なんですが、なんとね 11.77L となっています。給油した時の走行距離が 235.4 ですが、僕ねこれ途中でリセットしているのでだいたい250キロぐらい走ってるんですね。なので 250km÷11.77L で、なんと燃費は満タン砲で 21.2km/L、 このメーター燃費がほぼ正確ですねとなっています。かなり燃費いいですよね。素晴らしい。というわけでミニクロスオーバーに乗ってきました。この車本当楽しかったですね。
2000cc ディーゼルということもあって加速もトルクも申し分なしですし、オンロードを走るならねもっと上質な車はたくさんありますが、オフロード、未舗装路とかねダートを走ると今まで乗った車で一番楽しかったと思います。中古で買ってねセカンドカーに欲しいぐらいですね。中古車で買って荒れた路面でガンガン使うという使い方をね僕だったらしたいかなというふうに思います。内装なんかもかっこいいですし満足感もありますよね。次回の動画でこのミニクロスオーバーの内装の紹介と、あとは後席の広さとかラゲッジスペースの広さね、そのあたりの紹介もしたいと思いますし、その次の動画では、どんな車だったかというのをねまとめてじっくりお話ししたいと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。